清水さんこんにちは。こんにちは。今日はちょっと暑いんですけど。暑いな今日。暑いですね。9月3日やでこれ。今日撮影日9月4日なんですけど、めちゃくちゃ暑いです。はい、今日はちょっとフリートーク形式で、まあ、なんかいつも清水さん昔のお話とかされてるのとても面白いので、なんかいろいろなお話をあれこれしていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、なんかそのフリートークの中では、まあ、清水さんが高校時代どんな風に過ごされたとか、あとは就職されて結構厳しい中、見て覚えろの世界でどんな風にやってこられたかとか、世の中的に大変やったそのバブルとか阪神・淡路大震災の後に需要がなくなった話とか、いろいろリアルなお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、ご視聴されている方は今日ちょっと動画長くなると思いますので、まあなんか作業用 BGM のようにラジオ感覚で聞き流しで聞いていただけるといいかと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。清水さんは伏見工業高校の木工科、木材工芸科を卒業されて、高校卒業して自分のお家が、その木工をやられてたので、そこで働くことになったということで、なんかどんな感じだったんですか？どこも行かんと、もう直接、はい、もう卒業式が3月3日やって、もう明くる日からちょっと四国へ車で友達と3人行って1週間ほど帰ってきんかって、はい、それから、はい、3月の15日からかな、はいはい、やり始めて、何を作るっていうのは、はい、もちろんだから見てるからな、大体わかんには、自分がその上で育ってきてるから、はい、だからにその見てるから、はい、大体の段取りとか、うん、なかなか難しいんだかな。そのお父さんがまずやるんですよね。うちはね、うん、何も言わへんわな。でも一応その同じ部屋の中にお父さんいはって、兄弟子さんは何人いはったんですか？あの時2人とで、九州から来てた弟子さんが1人って。ってことは、清水さんは捨てて5人いはったんですね。清水さんが一番若い。弟子さんはね、はい、僕より1つ、1つ上か。でも若い人いはった。うちの住み込みで、へおったんやけど、はい、彼も多分九州戻ってこういうことを切り分けでやってると思うんやで。音沙汰がないからな、分からへんやけど、ここの仕事入ったんが小学校4年の時に、はい、親父から誕生日の時に、はい、一応カンナもらったんやわ、はい、それもごっついカンナでね、寸八っていう、口が一寸八分、はい、もうその寸八っていうそのカンナがあんねんけど、うん、4年生そんな大きいカンナ使えへん、うん、だけどやってみて、はい、毎日じゃないけどそのカンナとはいで、はい、で学校にも持っていったしな、中学入った時にその技術課程っていうのがあってな、いろんなラックとか作って、いろいろその何て言うてもらってたんやわ、入れてもらって簡単なもんやもん、はっきり言うて、いや難しいんだけど、差し物師の家の子供だったら、他の一人はすごいものができそうですね。見てるしので、組手かってそういうその包装の組手じゃなかったから、普通の合鍵の組手やったから、楽なもんやったんや。技術課程の先生に入れてもらいました。で、君はどうするんやっていうことになって、親父がこういう仕事やってるんで、行きたいんで、伏子の木工会行きたいんですって言うたら、難関やぞって言われる。伏見工業高校の木材工芸科は難関やったんですか？40人木材工芸科ね、はい、1クラス、1年、2年、3年。で、40人取るときに、何人やったやろ、 2.6 倍やったやろ。すごっ。これはお前難関やぞと、実技みたいなのなかったんやけどな、要するにこの普通科と同じ教科で、昔9科目あったから、それを一つでも0点あったらあかんぞって言われて、勉強はそうやな、イメージ
山地君から入れ出しちゃうかな、まあ、中学3年生の夏休みぐらいからちょっと本気出してそうそうそう、はい、クラブが8月までやってたから、うんうんうん、で先生に言われた、お前受験勉強しなあかんぞ、なんとかなりやろって、僕も昔からもうポジティブなんは、なんとかなるでしょうとで、はい、受かったわな、はいはい、うん、受かったらまあもううちのクラスむちゃくちゃな、はっきり言うて3年間同じクラスやんか、はい、全員の名前覚えてるもん未だに、なんでか言ったら大変しなあかんね、おお、どっか遊びに来よるか、そのホームルームの時間に抜け出してパチンコ行ったりとかな、そんな時代やったんですか、青山から始まったんかな、はい、青山、阿波津、飯野、上畑、奥田、香川、木下、今でも言う、覚えてんやん、それで、はい、へい、はい、とか言うて、ホームルーム、まあおもろい学校やったわ、くせもんやね、みんなすっごいみんなスポーツ系やってな、伏見工業高校ってスポーツ有名ですよね、うん、いや昔ハンドボールぐらいちこたかな、バスケットで卓球部も、僕卓球部やってんけど、はい、そんなに強くなかったし、僕らが入って2年の時に下に1年生にすごいのが入ってきよったから、はいはい、結構あの上まで行けたけど、うん、やっぱりその何ちゅうかな、その伏見工の、うん、あのもし滑った場合、はいはい、まあ、あのうちの卓球部の顧問が、はい、お前東山、うん、あお前キャプテンやってたんやから東山がその欲しいって言ってるから返事しなあかんやねん、あ、ちなみにあの京都じゃない人見てはるかもしれないですけど、うん、東山高校っていうのは京都にある私立の男子校で、うん、まあ、そこもスポーツ盛んな、ね、そこの卓球部はすごかったんやわ、うんうんうん、それでまあ、あ僕はあの効率一本で行きます言うてその話は消えたんやけどな、うん、もし滑っとったら東山行ってるかも、うんうんうん、ただ坊主なの嫌やったからなあそこはあの仏教系の学校です、ね、もうつるつるにされるからな、うん、まあまあ、うん、あで卓球は30までやってたんやけど、あとテニスやったりとか草野球やったりとか、うん、ゴルフやったりとか、うん、今ゴルフなんてお金かかるしできひんけどクラブはあるだけど、まあまあ、はい、まあそういう環境で、はい、まあ、うちの兄弟子というか職人さん、はい、まあ厳しい人やったわ、もう今で言うたらパワハラ丸出しやからね、なんかそれちょっと聞きたいんですけど、どんなことがあったんやろ、まあ、うん、徒弟制度が、はい、まだあったんちゃうかな、うちまだマシやったけど、徒弟制度ってどんなこと、要するに、うん、弟子さんで入る、はいはい、給料ももらえない、そこに泊まり込みでご飯食べさせてもらいながら、うん、技術を学ばせて、うん、だから僕もさ、だからその一緒にそのうちの家で、はい、住み込みでやってた人が、うんうん、中学卒業して入ってきて、うん、で僕が入った時に4年目やな、はいはいはい、まあその人やとご飯食べさせてくれるやん、はいはいはい、でな、タバコも吸えるし、そんなん言うたら未成年が、あ、ほんまや、うちの親父寛容やったからね、まあ昔の人はもう寛容っていうかな、はい、うん、寛大っていうかな、うん、そお父さんはそんなに厳しくはなかったんですか、厳しかったよ、厳しかったんですか、うん、なんかここにこう今当て場があるやんか、こう向いてる、あ、当て番っていうのはこの作業台のこと、作業台ありやんか、はい、はいはい、親父がそこにおるね、ああこの、うん、こっちのあたりに、はい、ずっと見てるわけ、はいはいはい、この状態、ふん、何にもしてさせてもらえん、最終的に仕上げた箱を面取りする、はい、で磨く、はい、っていう時に、うん、うちのちょっと怖くはなかったけど仕事に関してはもうこんな面の取り方あるかいってポイントほかされるわけ、お父さん、うん、職人、ああ、兄弟子さん、うん、ほかされるんですか、えほかされるんですか、ほかされる、でも清水さんその高校で3年間やられてたからそんな別にめちゃくちゃ素人でもないんじゃなかったんですか、やっぱり違うねんな、うーん、小さい箱にこっち面取ったらあかんや、
はいはいはい、大きいのは即送金だ、 その意味が分かってなかったから、うーん、意味分かるまでやっぱり何年もかからへんかったけど、大きい箱の時はもうこっち面、はい、で小さいあちょっとこんだけの面とかな、うん、で切り面って言ってまっすぐの面とか丸面、はい、だからそのあと磨き方でそのサンドペーパーで磨くにも今みたいなそのええやつ違う、うん、砂のやつね、はいはい、あれをきれいにやらへんかったら今度か刃物に石がついたらかけちゃうよ、はいはい、よう怒られた、ちゃんとやった後ちゃんと掃除せよと、はい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 、うん、今もこのシリコンペーパーやから、うん、そういうことはないけども、うん、だからそういう、うん、でまあうちの親父は外を見ようと、外を見よう、うん、そのうちの中でな、うん、はい、だから僕のお師匠さんっていうのはその11人いるわけ、11人、最近この6、7年1人増えたから11人いるわけ、あ、その働いてるところの兄弟さんとかお父さんとかじゃなくって、うん、いろんな方がお師匠さんっていうことですか、そう、そこ行って見て、うん、はい、覚える？昔ってなんかあんまりその手取り足取り教えてもらえるみたいなのはなくて、見て覚えろみたいな世界だった。もう見て覚える。うんうん、だからやったの見てこう見てるやろ。それも20分も30分もったら怒られてたからに、はい、うん、ちょっと見せてくださいって言って。でうちの家はまあその前もって行く境に言って、うん、暇な時、うん、うん、どうしても暇な時ありやんか。うんうん、でその仕事やった時に。はいはい、そこでだいぶ覚えたし、うん、うん、昔はもうほんまに今でこそ何ちゅうの YouTube で全部いうことに 90% ぐらい教えてるやん、あ、そうですね、うん、まあ、あとの 10% は自分で考えてくださいっていうのでよう言うてるけど、はい、うんうんうん、まあ 90% ぐらいは教えてるはずやねんは、はいはい、で「指し物」っていう本も中にその寄せ木の作り方も全部解説してるから、それ見たら大体のことは全部わかるやろしな。で昔はその YouTube もないし、そんな指し物の本みたいなのもないし、うん、ま、高校の時の本はあった。ああ、はいはい、はい、うん。それこそほんまに、あの、なんちゅうのかな、そんな絵本じゃない。うん。うん、他なんかその、就職して大変やった、その兄弟子さんのとかお父さんのお話で、厳しかったお話とかで、なんか、エピソードみたいなんてありませんかね。うん、だからこううちの味がここにおる。はいはい。で、これわかるかな？三尺差し。長い物差しですね。1メーター。はい。尺あるやつ。うん、うん。眠たいやん。見てるだけやし。はいはい。こんなコクとするやん。なこれが飛んでくんね。パッチーンって。お父さんにしばかれるってことですか。こう頭ポンやられんね。それでもまた寝たら今度は縦向けに来るわけ。まあ怪我はしたことないけど、はいはい、コーンって叩かれ、うんうん、民会今やってることを見とかへんかったらあかん言われ、それは言われたことがある、へえ、うん、まあ、それがまあ修行やわな、うん、その中に基礎はできてた、うんうん、基礎は高校の基礎でできてたし、はいはい、その工房に入られて、うん、お父さんとか兄弟さんとかいらっしゃって、そのデッチさんも清水さんより先に入ってるから、うん、自分が一番なんていうか下みたいな、一番下、あの、なんか前の動画で立ったんですけど、なんかノリネリとか、そうそうそう、すごいめちゃくちゃやら、あの下準備みたいなことをたくさんやらないといけない、うん、朝8時半に仕事場入る、はい、なら、あの、どんぶり鉢いっぱい、うん、そっくいてご飯を寝るわけ、はい、あの、いやでな、それが手が痛いんだわ、今でも寝てるけどな、その差し物で接着剤を使うときに、うん、昔はっていうか、あの、ご飯を寝て それを接着剤にしてたから、うん、まあ、一番下っ端の人とかが朝一でご飯をいっぱい寝らないといけない、ね、で、このそっくりっていうのはその炊きたてのご飯はあかん、ああ、はいはい、うん、ちょっと冷めたぐらいがちょうどいい、はい、で新米が何でいいかったらやっぱり水気が多い、はいはい、ただしね、ダマになりやすいんやわな、滑るから、はいはい、もう職人こう、またダマできとるやんけ言われて、あ、まあ、その練り方が悪いところ、その当時もうね、ボンドってあったんやわ、
あ、その当時もボンドはあった、うん、ボンドとソックイまで、はい、混ぜてね、うん、ま、混ぜたら分からへんやろ思って、はい、やりやん、うんうん、渡すやん、履いていきたい、うん、だからと思って、ダマだらけやないけど、うん、ダマっていうのはこうつぶつぶが残ってるやん、あ、はいはいはい、あキッズ怒られてもう一回やりなしって言われて、へえ、まあ、とりあえずね、その何ていうのかな、誰も教えてくれない、このノリネリカってうちの親父が前昔から見てるから、うん、こう 手首の返し方とかね、はいはいはい、こうやってやらなあかんわけ、うん、ほんまにこうこの手首をこう返してやらなあかん、うんうん、まあそれも見て覚えたからな、へ、うん、それでもやっぱりどんぶり鉢いっぱいやで、どんぶり鉢いっぱい大変、野菜4人分、うんうん、俺も含めて4人分、はい、うん、まあ多い時は5人いた時もあるしな、うんうんうん、じゃあ昔はそれだけ仕事があったっていうことでもありますよね、そう、うん、うん、もうそれから11月の声聞いたら嫌やった、休めない、え、年末忙しいんですか、年末11月12月、まあ、10月の末から11月12月、はい、僕さっき忘年会って知らんかったよ、なんでその木の箱が年末に売れるんですか、うん、だからそのなんちゅうのかな、うちの得意先は結構その多岐にわたる得意先があったから、はい、漆器屋さん、はい、漆器屋さんの仕事、うん、でその時は当時は電話で聞いてて、はい、もう寸法言わない、ね、うん、表があんねんか、はいはい、僕は何番50個何番、うん、もう絶対うちにあるのだから寸法聞くよりか、うんうんうん、そこがほぼ毎日、うん、うん、遊べさんっていう、ああ有名な漆器屋さん、うん、そこ、ああほんまにそれね、ひどい時は朝昼晩配達したことある朝一番向こうが開けはんのが9時前に、うん、大丸前っていうのなかなか止めにくいとこやね、タクシーも止まりよるし、はいはい、で昼、はい、1時からまた配達、うん、でまた7時ごろ、7時に店閉めはるからそれまでに行かなあかんし、日に3回ちゃった、え、それってなんかお正月に、そうそうそう、なんか昔は新しい漆器とかを、うん、あのお椀とか、うん、大きいやつは塗装ぞろいで重箱とか、はいはい、塗装機とかね、うんうん、できる供給箱もあったし、はいはい、で重箱も売れたし、漆器のお椀、昔はそういうお正月に新しい漆器とかの需要があったから、うん、それを入れる木の箱の需要もたくさんあって、清水さんのお家は11月12月は死ぬほど忙しかったと、死ぬほどもう嫌やったどれぐらい忙しかったんですか、うん、そやね、一のつく日に休んでたんかな、あ、お休み、うん、一のつく日1日、11日、うんうん、じゃあ月3日休みぐらい、うん、さらに3日、月に3日ぐらい、でひどい時は除夜の鐘が鳴ってる時まで作ったこと今で言ったらちょっとブラックな感じですねまああと、あの漆器屋さんもそうやったけど、うん、作家の仕事要請してたから、作家の方の陶器の、うん、はい、陶芸家の人の仕事してたから、うん、その茶道具、はい、初釜用に買わんねんね、あ、水差し、はい、貝具、茶碗、うんうん、でまた花池もよう売れたしな、あ、花池は花池のその作家がおって、はいはい、あと、うん、あの料理屋さんの、その顔貼るやんか、はい、自分が見つけたやつ、うん、それを入れる、うん、あの箱、はい、棚板に前から取れるように、その剣道式とか、うんうん、そんな、はい、そんなんもあったしな、それをもう発注がとにかくいっぱい来て、その職人さんみんなで手分けして、うん、そうそうそう、朝から晩まで働いてはったってことですね、うん、で夜鍋もしてたしな、12月になったら大体うちの職人さんは、6時増の人やって、うん、もう12時過ぎたら、はい、電車ないから、うん、送っていたこと何回も、11時だったら帰りやってうちの親父言ったけど、うん、あの人かたくなにね、何ていうのかな、つこたかんなは必ずその日に問いへ帰るって言う人やって、うん、なんかちょっとかっこいいですけど、うんうん、10丁ぐらい持ったんで、うん、そやけど 4,5 丁つこたやつも、はい、もう一回問いで
はい、夜中でやろうと、うんうん、まあそれはありやったな、そのまあ栄養教えやったかな、うん、だから常に僕切れるカンナばっかり持ってるの、はいはい、うん、あじゃあなんかその怖いだけじゃなくていい先輩でもあったんですね、そうそうそう、うん、まあその人が辞めはるときに、はい、うん、ジロッと言わはったんが、はい、辛く当たってごめんねって、あ、それそれ、ちょっと泣けてくる話ですね、うん、だから親父に言わされとってんと思うよね、そんな悪い人じゃなかったもん、こ怖くもなかったけど、仕事に関してはほんまに鬼みたいな人やったから、はい、うん、手は早いしな、手は早いっての要するに左利きの人やったんやんか、はい、道具は右のやつで、うん、こう左こう釘のこう打つやんか、はい、釘を刺していくやん、はい、コンコンコン左でコンコンコン早い早い、あ両利きみたいなもん、ね、そうそう、はい、なんかその人はほんまにええ仕事じゃなかった、うちの宝でしたね、ちょっと怖いけど、うん、最後謝らなかったっていうのは、うんうん、よう飲みに行ったで、うん、行こうか言うて、はいはい、近所のあの居酒屋で飲んでたりとかね、あめっちゃいい先輩じゃないですか、うん、まあ、そうやから仕事に離れたら、はい、普通のおっちゃん、うん、うん、だからもう仕事の話は、はい、そういう、うん、プライベートの時は一切言わなかったもんな、うん、もう家来て、はい、座った瞬間に、はい、鬼にならん、うん、だからその、うん、徒弟制度っていうのかな、はい、ほんまこの間まであったんやわ、この間有名どころのとこに10年おったやつが10年間無給でやったとかな、あ、うん、そういう話は聞くからな、ね、昔はそれが結構当たり前みたいな、そうそう、だから覚えるのが早い、うん、だからその何ていうのかな、何クソっていうのありやん、うん、なんでっていうの答えがね、こんなもんって言われたらそれ以上言わへん、どこが悪いって指摘がない、あーなんかそのあかんからほかされるとしても、うん、何があかんかったかは言ってもらえない時もあるってことですか、うんうん、まあそれはフォローはうちの親父がしてくれたけど、あーはいはい、うん、こうちょっと、うん、こんな丸面ちゃうぞと、うんうん、丸い面は何回も何回も取って丸くすんや、うん、うん、よう言われた、丸くなれ丸くなれって思うたら丸くなんやからいいです、うん、それあのワークショップでもよう言うてんや、うんうん、今はもうないですもんね、普通に就職してお給料もらってじゃないと、うん、だから今逆に訴えられそうですけどね、うん、要するに福利厚生がないとこに、うん、しか行かへんや、うん、で個人的にやってるとこはほんまうちでももうこれで終わりやから、や雇うに雇えない、あ清水さんが今だから、うん、後継者とかお弟子さんを取るみたいな話はちょっと現実的ではないってことですか、うんうん、だから YouTube で、はいはい、そうですね、そしたら世界中に弟子がそうそうそうできますもんね、うん、結構あの外人さん見てくれてるからな、あ、うん、はいはい、この間ロシア語で来てたからなコメントがね、うんうん、はい、ちょっとあれは分からへんかったけど、うん、だからまあサンキューとか書いてあるとこ見るとありがたいことだと思うな、うんうん、でそれは昔に比べて箱の需要が減ってるからっていうことですか、もう10分の1ぐらいになってんちゃうかな、うん、でもなんかちょっともったいない気もしますけどね、うん、まあ昔からその数って何百何千っていう仕事はうちしにかったからな、うん、だからその漆器屋さんのやつでもたまったら100何もなるけど、はいはい、一気にってことですね、まあまあテパる時ありやんか、はい、機械が、うん、使わない時もありやん、はい、それ順番待ちもしなあかんねんけど、うん、まあ、時代やったわな、そうそう、バブルがどうのこうのいうのもバブルの恩恵ってそんな時間にないわ、あそうですか、普通に忙しかった、うん、だからバブル崩壊しても全然どうもないな言うてたら、うん、淡路阪神淡路大震災、 あれからもう京都の伝統工芸、はい、もう衰退、あ、そうなんですね、なんかバブル崩壊
がその衰退のきっかけなんではなくて、そこはあんまり影響がなかった。うん、影響なかった。で、ワグル崩壊ってなんか93年ぐらいですかね。今から27、8年前ちゃうかな、うん、30年前かな。で、阪神淡路が97年でしたっけ。ごめんなさい、今から30年前やな。まあ、阪神淡路大震災が清水さんのお仕事に大打撃を与えたと、うん、要するにね、芦屋の得意先が全部被災してしまって、うん、ああ、芦屋といえば金持ちの言うはっきり言っていただいて、僕もその当時作家業をやっとったから、はい、好き者の方が芦屋の先生とか、うん、だからそういうのがいっぱい買ってくれたわけや。あ、中にその震災で焼けた箱を修理したりとか、うん、蓋変えたりとか、うん、全部無償でしてあげた。まあ、でも新しい発注がちょっとなくなったって感じですか。うん、だからそのお茶道具ってはっきりもう飽和状態になってるわけね。よっぽど珍しいもん。お茶道具っていうのはお茶碗の箱とか、うん、風呂先屏風とか、まだ風呂先のはまだ売れてるかもわからんけど、棚とか、そういう棚もあるし、うん、いろいろありますもんね。棚もんなんて何年してへんやろ。うん、うん、もうかれこれ14、15年棚もんってしてないわ。あ、うん、それはもう新しいものを作らなくても今世の中にあるもので、なんかそのこの間ヤフオクとかにも出てるとかおっしゃってましたね。うん、ヤフオクで安出てんには、うん、だから作らなくてもいいってことになっちゃって。陶芸家の人かわいそうなぐらいの値段よ。20万で売ってはったやつがうちの箱に入ってたやつが出てた。いいお茶碗ですよね。うん、20万のやつが、うん、何ぼで落ちたんかな思ったら9,800円や、ね。20分の1や、うん、箱代にもならへん。うん、うん、じゃあその阪神淡路大震災で、うん、まあ、その新しい発注とか、まあ、その伝統工芸自体に京都の結構打撃があったってことですね。うん、まあ他のとこも産地もあったと思う。はいはいはい。で、まあ京都の場合はほんまにセールス戦でもメイドイン京都っていうのがあったからな。ああ、もうほんまにブランドみたいな、ブランドが、うん、未だにちょっとぐらいはあるでしょ、はい、と思ってるけど、うんうん、昔は何も言わなくても向こうから勝手に売れていったみたいなことですか。うん、そうそうそう、うん、で、まあ、好き者の先生方っていうのは自分の道具欲しいから、うん、あ、すいません、好き者って何でしたっけ。ね、お茶の先生なんやけど、はい、まあ、形式にとらわれへん人。うん、長いに普通 お茶席言うたら、はい、4畳半のリアルやんか、うんうん、3人か4人。うん、好き者の先生っていうのは僕見舞いびっくりしたんがね、玄関に船一隻、その、うん、屋形船ではないけど、うんうん、なんかそこでお茶会しはったりしてはものすごく大きい玄関やったから、そこに船があんねんか、うんうん、で波かでその、うん、なんちゅうの、風呂敷かなんかわからんけど、その波模様のやつでやってやな、そういう人が好き者って、うん、だから結構その好き者の人もいると思うけど、うん、自分の道具を、うん、前とは自分のオリジナルのその発注して、はい、あなたがその作ってくださいと、材料はこうこう、うん、ね、いくらする、うん、ね、まあ、見積もり入れる、うん、で材料は今みたいにそのね、スマホもない時や、うん、だったらその前と写真を送るのもいいけども、芦屋も行ったし、うんうん、だから阿部野の好き者の家のとこまで行って、うん、この材料使いますとか言ってやったことある、はいはい、うん、まあ、なんかそういう余裕があったんですかね、その時代的に、そういうなんか文化的に遊ぶというか、うん、文化的なもの、うん、それがまあ余裕あった人、うんうん、だいたい好き者の先生っていうのは結構裕福、うんうん、お医者さんの嫁さんとかね、はいはいはい、うん、そういう人がもう芦屋の大劇とか、うん、年いかはりやん、うん、僕が35、6から40の時にもうすでに60、70の人やったからな、うん、もう死んでいかはりやん。作家の人もそう、うん、陶芸家って何人いたやろ、
少ない見積もっても30人ぐらいおったんちゃうかな。うん、みんな死んではるもん。うん、まあ2代目3代目さんやってある人もやる、うんうん、だけどまだ値段出へん子ばっかりやから、はいはい、うん、まあ、そういう人に関しては僕はもう値段は、うん、あのちゃんと聞いてあげて、うんうんうん、やってあげてんやけどな、はいはい、やってあげてる言い方悪いけど、うんうん、やってあげへんかったらなこれ裸で売るわけにいかへんやんか、うん、だからそういうのをまあまあしてあげしてるっていうことね、はいはい、まあ若い人でこういうのをやりたいんやったら覚悟はいるでと。あ、まあそうですね、うん、そんな簡単な仕事やないよと、うん、で自分で開拓もしなあかんし、それはお客さんの開拓ってことですよね。そうそうそう、開拓もしなあかんし、うん、だから材料もちゃんと見極めて、はい、そんな上等なもんばかり買わんでいいから、うんうん、切り方で探しゃ安く買えるとこもあるしな、うんうんうん、だからその、うん、材料の運で、あとは自分のその思い入れの値段つけるとか、はいはい、そういうのが分からんと、今の言い方悪いけど手間賃っていうのは皆さん知られへんやわな。あ、僕らやってるのは手間賃っていうの分かってるやん、はい、こういう業界にいる人は手間賃な、うん、だけど一般の人は手間賃っていう言葉すら何って言われるんだよ、特に若い子って悪いけど、手間賃って何っていう。あ、だから何か作ってもらうときに、そう、材料にお金かかんないわかるけど、うん、それを例えば加工したりとか、うん、いろいろな手をかけてものに仕上げていかないといけないけど、うん、そこは見えない部分だから。そう、物を作ってる人間が、はいはい、そのこんだけの手間かかってんやでっていうことを、うんうんうん、もうちょっと分かってほしいなと思う。あ、そうですか。うん、だからその何ていうのかな、簡単に機械でパパってやってすとこもあるけども、はいはい、やっぱり手仕事が最終的やからな。うんうん、でないと機械では絶対そのきっちりしようとに合うわけないし、はいはい、うん、で直角も綺麗にやらへんかったら合わへんし、うんうん、そういうのを分かってほしいかな。そうですね、うん、岡山でもその言わはんのが、うん、いいですねって言わはんね、うん、で次に言わはる言葉がだいたいいいねやねって言わはんね。ああ、なんかその清水さんの展示してるところにお客さんが来て、うん、いいけど高いねっていうことですね。そうそう、いいねやねって言わはんね。ああ、いいねやね、うん、はい、何人かに言われた。うん、うん、そんなぼったくりこの手間賃、うん、だから思い入れもありやん。そうですね、でよそにないもんやんか、うん、僕の全部もう一品もんやんか。はい、だからその二度と何も作らへんし、はいはい、うん、10月の18日から10月の22日、はい、今日の名工、はい、僕4年前にもらったんかな、うん、京の名工の伝統産業優秀技術者っていう京都府からもらって、はい、そこにあるその、まあ入会するのは見えないけど匠会っていうとこがあって、はい、そこがあの展覧会してます、はい、物販もするし、まあ、か売れへんやし人もあるけども、でその時に僕が土曜日その21日土曜日体験、はい、あの箱、刺し物っちの体験をします。はい、うん、じゃあ視聴者の方で、うん、京都の近く来はったら寄ってください。あの、文化博物館、あ、はいはい、三条通り、うん、はい、5階です。はい、うん、またよろしくお願いします。ということで今日はちょっと取り留めのないお話になってしまいましたが、うん、皆さんも、うん、ね、こういう世界があるのを分かってくれたらそれでいいと思う。はい、うん、ということで、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。あのこの動画をあの見てくださる方、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。では皆さん、さようなら。